君の鳥は歌える65点。同棲生活を送る男2人の片っぽに彼女らしき存在ができる。1982年に書籍化された佐藤康氏の同名小説が原作です。監督は三宅翔さん、35歳です。函館市民映画館シネマアイリスの開館20周年を記念してオール函館ロケで制作された作品で、主人公僕が、江本佑、幸子が石橋静香、静雄が染谷翔太という、まあ、トリプル主演といったところですね。もうモラトリアム終わりに差し掛かった、社会的にはモラトリアムがもはや許されない時期なんですけど、そんなひと夏のモラトリアムの終わりの時間の変化がその後の人生、彼らの人生に大きな変化をもたらすっていう、ぼんやりした恋愛ものと思ってましたが、意外と楽しめました。はい、何が楽しめたかっていうと、まあ、彼氏面とかね、彼女面とかね、先輩面とか興味ない面とかね、なんかこう仕事できる面、うまく生きてる俺面みたいな、何者でもないのに何者であるかのように振る舞うっていうね、もうダッセーもうダッサイこう面ですよね。なんとか面っていうのがたまんなくて、まあ、取り繕ったそのなんとか面の隙間から見えるその人の本当の面が見れるのがめちゃくちゃ楽しかったですよね。なんかこう映画時代もね、作り込み感のない自然な会話とかね、すごい好きですし、アンニュイようなこう気だるいようなのなんかこう、でもそのアンニュイ空気の中にある尊さみたいなね、そういう空気がこう自分がかつて経験したこう取り返しのつかない懐かしさみたいなものを感じて、たまんないものありましたよね。はい、もう少しね、気の利いた恋愛ロジックとかあるとよかったんですけど、まあ、そこら辺は若気の至りということで、はい、納得しています。はい、たまにはこういう軽い感じのね、恋愛映画もいいかなと思える映画でした。